皆さんこんにちは、いろいろじゅねましたです。今日は、プロスピセレクション、清宮幸太郎を使ってみた。はい、ということで、この清宮選手なんですが、なんとセレクションでパワーが77、通常からプラス1されて77ということで、称号でパワー A が可能になる素晴らしい能力ということで登場しました。まあ僕はね、パワー A は残念ながら決められなかったんですが、勝利の使者がついて、スピリッツがプラス30された状態で、まず極めてきたので、今日はね、早速使っていきたいと思います。ということで、試合映像に行ってらっしゃい。北海道日本ハムファイターズ対、北海道日本ハムファイターズのゲームを、解説は、西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあどうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたり。インサイド落ちました。センターに抜けました。先制のランナーが際どいタイミング、一塁アウト。打順は1番に帰ります。バッター清宮。ファイターズこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも一打逆転のチャンスです。内へ、これは決まった。そう、でも打ちのボール打った。ここはフライになっています。掴んで3アウト。ファイターズ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。初球ストライク。さあ2球目は何か。低めの球、これは外れます。インコース、バットが回ります。ワンボール2ストライク。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。やっつ、これで3アウト。試合終了になりました。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。スライダーでストライク。次が2球目。インコース決まった。ストレート次。打ちました。伸びていく。どうだ、入った。ホームラン。先制ホームランです。ファイターズ初回にいきなり飛び出しました。ソロホームラン。鮮やかなホームランを見せてくれました。どうかなと思ったんですが、ギリギリスタンドまで持っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。これで1点差となりました。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インコース打ちました。いい当たり、出ました。ファウルボール。さあ2球目は何か。痛烈な打球、高い、入った。ホームラン。先制ホームラン。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ初球入った。劇的な一発。この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。日本ハムファイターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。はい、ということで最後ね、日本ランク戦でホームランを打つことができました。これで、清宮選手の良さが皆さんに伝わっていただけると嬉しいです。特にファイターズ純正の人はね、ぜひ撮るといいと思います。ということでね、これからもこういうプロスピの動画とかも上げていこうと思っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。では、バイバーイ。